はい、皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店てるカイザーです。はい、今日はね、食玩というかアメリカのね、おもちゃ、こちらの方を、買ってきたので紹介したいと思います。一応ね、近くのドンキーで、売ってたんですけど、ちょっと個数的にね、今回5個だけという形で買ってきました。何かというとね、これ直接ねパッケージ見てもらった方がね分かりやすいかなってことで、これね、巷のね、通販サイトでは、結構高額で売っている商品なんですけど、ワールド、スモーレットという形でね、名称書いてありまして、なんかいくつかシリーズがありまして、その中でも、こちらね黒い文字が書いてあるんですけど、クラシックミニ、コレクティブトイズという形で、どうやらねおもちゃのミニフィギュアが入っているといったような商品になっております。ちょっとパッと見た感じ食玩に見えるんですけど、特にねお菓子は入っておりませんでした。はい、でね、これなんかね今までにシリーズがね、ナンバーワンからナンバーシックスとかセブンぐらいまでも出てるらしいんですけど、その中でもね、今回こちら、いくつか5個買ってきたんですけど、まあ、パッケージでねちょっとご紹介させていただくと、例えばねこんな感じのワニワニパニックですね、これのミニフィギュアが入っていたりとか、あとはねよくわからないねなんかプロレスラーであったりとか、ベイブレードであったりとか、ね、あとはこのね、ポニーって形でね、なんかそういうもののミニフィギュアが入ってるという感じになっております。全部ではないと思うんですけど、こちらに載っている感じだとね、今ご紹介した以外にも、UNO のね、カードのミニフィギュアが入っていたりといった感じで、一応ね、中のおもちゃに関してはランダムで、入っていますという感じですね。何種類かあるうちのランダムで1個が入っているという感じになっております。でこれパッケージね、先ほどから私、くるくる回してご紹介していると思うんですけど、まあ、完全にねアメリカですね。アメリカっていうか海外ですかね。海外製品って形になるので、全面的にね、英語表記になっております。こんな感じでね。で、こちら5個ね、もう開封してみたので、ちょっと一つ一つ紹介できればと思います。で、まず一つ目がね、当たったのがこちら、ワニワニパニックになります。こんな感じでね、カチャンと、開けて、どれか歯を押すとね、口が閉まるといったようなおもちゃになっております、ね、こんな感じでね、まあ、こんな感じで閉まると、こんな感じでね、これまずワニワニパニックの、ミニ、フィギュアという形で入っておりました。はい、続きまして、こちらね UNO ですね。 UNO のカード、これちょっとねビニールのね、パッケージは開けてないんですけど、スリップ開けてないんですけど、こんな感じでねウノのカードが2種類入っておりますという感じです。で、裏面がね、こんな感じで、ね、ナンバーとカラーが、ちゃんと、表現されているんですけど、カードはね、これビニールは開けてないんですけど、ちゃんとしっかりね、一枚一枚カードが入っている形になります。これもウノのカードの、ミニフィギュアって形になりますね。で、後ろのね、3つをご紹介していきます。皆さんがね知ってるところで言うとベイブレードね、これベイブレードがねキーホルダーになってます。こんな感じでね、下がねコマの部分になっていて、でこれなんかここ押すとね、こんな感じで、まあ、光りながらね、回りますという感じで、形はねベイブレードを意識していて、でちゃんとね回ると光るみたいな形のところがね再現されているおもちゃになっております。で、あと2つがちょっとダブってしまったんですけど、これねよくわかんないですけど、これがなんかねこんな感じでね、回転して丸×あと空白って形でね、はい、こんな感じのおもちゃがあります。これなんかでね見たことはあるんですけどね、これもね何かのおもちゃの、ミニフィギュアという形になっております。ここにねおもちゃの名称が書いてありますね。はい、後ろはこんな感じで、透けているものになっていて、ここになんかね、ジャラジャラしたものが入っている感じですね。はい、こんな感じでね、大きさ的には私の手の、大きさとね比べると、
まあ大体ね、まあミニフィギュア、こういうのガチャガチャでよく見かけたことはあると思うんですけど、ガチャポンでね、このワニャニパニックとかも、あるかと思うんですけど、日本のね、ガチャポンで、ガチャガチャで、販売してるやつよりかは、若干大きめという形のフィギュアになっております。はい。まあできればね、これ以外のね、いろんなものがあるんでね、なんか他のやつも欲しいなと思ったんですけど、これ結構ね、通販サイトで見てるとね、結構高額で、輸入品でね、売っているんでね、なかなか手に入りにくいんじゃないかなと思います。で、Amazon でね、結構高額で売っていたんですけど、まあ、どういうものなのかね、多分わからないと思いましたので、一応ね、ワールドスモーレットの中の、こちらね、クラシックミニのこのトイズといったシリーズに関して、今回ね、私の方でこれいくつか買ってきて、まあ、開封してご紹介したので、もしね、なんか通販サイトってどういうおもちゃなのかわからないんだけど、欲しいなと思った場合はね、まあ、こちらの動画を参考にご購入していただければと思っております。はい、以上となります。こんな感じでね、街で見かけた面白いね、おもちゃであったり、食玩であったり、プラモデルであったりと言ってね、まあ私の方でね、これ紹介したいなというものを見つけてきたら、まあ、購入してね、こんな感じで開封レビューをしておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が良ければね、高評価お願いいたします。はい。まあサムネを見てね、まあ、入ってきてもらってると思うので、まあ大体はわかると思いますが、中身に関してはこういうおもちゃが、入っておりますと言った今日はレビューになります。以上となります。ご視聴ありがとうございました。てるてる百貨店てるカイザーでした。バイバイ。